皆さんこんにちは。ちょっと急に雰囲気が変わったと思うんですけれども、今日今ですね、例えば見ていただきましたのは今月公開されます 3D の映画です。アバターという映画です。まあご覧いただきましたのは 2D の予告編の映像なんですけれども、監督はタイタニックとかで有名なジェームス・キャメロン監督です。そしてジェームス・キャメロン監督はこの 3D の映像を撮るために、自らの手で撮影の技術を開発し、そしてカメラを作って、そしてこの映画を通して皆さんがまるでその世界にいるかのように、そんな風に感じてほしいという風に言って、それを実現できた映像だと言っています。今世界では 3D、映像によってですね、映像改革革命が起こるという風に言われています。それは北米だけではなくて、アジア、そしてヨーロッパでも今どんどん普及しています。そして、テレビの受像機もですね、それに伴って大きなメーカーがどんどんと新しいものを開発しています。例えば今年の秋はですね、日本の大手メーカーがハイビジョンの 3D の映像と、そして 2D の映像両方を兼用できて見れるというプラズマのテレビを発売して大きな話題になりました。しかし皆さん、実は、撮影の技術においては世界でほんのわずかの、会社が、この 3D のハイビジョンの、そうですね、撮影技術を、まあ、席巻しているという事実は多分あまりご存知ではないかと思います。そしてですね、またその席巻している会社のほんのごくわずかの技術者によって手でカメラが作られているという事実もあまり知られていません。今日は、ご紹介するのが NHK メディアテクノロジーという会社で、 NHK の関連会社なんですけれども、その世界の、わずかな会社の一つということで、位置づけされています。では、年表の方をちょっとご覧いただきたいと思います。で、ですね、NHK メディアテクノロジーの原田さん、今日はお越しいただきました。はい、今回あの 3D のブームがこういうふうに世界で起こってまして、改めて NHK メディアテクノロジーというその技術が世界的に注目を浴びているんですけれども、まずその、大きな理由はどこにあると考えでしょうか。はい、我々早くから20年以上前からですかね、この 3D の技術の、開発に着手、それからいろいろ実績を重ねて、それが評価されたんじゃないかというふうに思っています。で、この 3D の、ハイビジョンを使った 3D の技術なんですが、これはNHK の技術研究所が、当初オリンピックが、東京オリンピックが、初めてのテレビに中継で、オリンピックをやったというのが、一つの、夢として、夢が実現したというところで、次のじゃあ未来のものを何を出していくかというところで、3D というのも、選択肢の一つで、研究されているというのが、始まり。原田さんが実際その今の 3D ハイビジョン技術、撮影技術に携われたのがここにあります、1990年になると思うんですけれども、その頃 3D どんな感じだったでしょうか。はい、当時はですね、ハイビジョンのカメラ1台でもかなり、大きなものだったんですが、その大きなもの2台使って、3D は2台のカメラ使って撮るものですから、かなり相当大きなものになって、こう人のと比べていただければ、この辺がカメラヘッドのヘッド部分なんですが、相当大きなもの、それから収録機械もかなり大きい。でそのこれは水中に入れるために、水中のブリンクに、カメラ2台こう入ったやつなんですが、これはもう、こういうチェーンブロックでやると、海の中にも下ろせないというような、仕組みがかなり、当時の、普通の、ロケとかそういうものに使っているもの機材に比べればもう相当重いもの、比べ物にならないぐらいのものです。ただ、そこからですね、初めての世界の初めての水中撮影を成功されたりとかしたんですけども、その後、どんどん 3D 技術を進化させていきました。で NHK もハイビジョンを開発して世界的に大変放送技術に影響を与えたと言われているんですけれども、そういう意味では 3D の技術においても今世界をリードしていると言っても過言ではありませんよね。はい、我々がこの年表に我々 の, あの
開発のいろんなものを開発しながら経験積み重ねてきて、当初まあかなり大きな機械からまあこの CCD カメラって小型のまあだんだん小さいカメラになってきて、だんだんいろんな、それからスズームレンズとかね、シンクロンズームレンズ、そういういろんな開発をしてきて、そのまあつい最近の、まあ、去年の北京のオリンピックのために、まあ、レンズシフトアダプターというものを、まあ、開発しました。そしてこれがちょっと北京オリンピック その撮影の風景の写真なんですけれども、その今おっしゃったレンズシフトアダプター、実はこれちょっとまあ分かりにくいんですけれども、撮影の技術を開発している技術者にとっては今世界的にすごく話題になってまして、画期的な技術というふうに言われています。簡単にですね、ちょっとお時間もなくなってきましたので、このレンズシフトアダプターについてご説明いただけますでしょうか。はい、レンズシフトアダプターというのは、まあこれが、一番 上の方にこうカメラ2台がこう並んでて、レンズがここにある。でレンズ、理想 の立体視できるレンズの感覚というのは人間の目の感覚で、撮れるのが一番理想なんで、それカメラってかなり幅が広いものですから、そのまま撮っちゃいますとかなり広い、レンズ感覚で撮ることになるので、まあ、立体視はなかなか しづらいというのがありますの で、光をこう曲げまして、ね、ここにアダプターというのが入る。で光がこう曲がって入るという、システムを作り上げた、うん、つまり、はい、そうですね、そうすると、カメラの胴体の部分とレンズの部分をつなぎ合わせている機器の部分ですね、ここに光の屈折技術を利用したというのがレンズシフトアダプターということですね。はい、でそれによってまあ何が変わったかというと、まあ、どんなあの幅のカメラ、まあ、極端に広いとまずいです、まあ、普通に放送局とか、まあ、プロダクションとかが持ってるような、自分のところで持ってるようなカメラでもこういうレンズシフトアダプターを使えば、あの 3D の撮影が可能になる、自分のところの資産を使って 3D 撮影ができるという特殊なカメラがいらなくなる。では、これからの 3D の世界なんですけども、このような、まあ、あの技術のですね、開発をもって今後 3D の世界どんな風に変わっていくと思われますか。はい、まあ、これで、放送局とかプロダクションが持っている機材を使って、まあ、いろんな中継車を使うこともできます。そうなってきますと、スポーツの中継ですとか、あるいはエンターテインメント、音楽の中継とか、そういうものがどんどんできるようになっている。それから医療関係についても、まあ、外科の手術とかそういったものを立体で撮って、まあ、離れたところで、その手術模様を、まあ、研修だとか、それから他の先生たちが見て、まあ、そういうどういうふうにやってるかっていうのは見ることができるというようなことにも応用ができるんじゃないかというふうに考えます。テレビジョンというのは、まあ、遠くを見るという言葉の意味がありますけれども、人々はそうやって何かを見たいという願望、そういうものに、まあ、突き動かされて発明とか開発っていうものに、取り組むわけですけれども、今世界は情報、それは二次元の映像によって情報を共有できることになりました。そして三次元によって、もしかしたら情報は、三次元になり、そして三次元がそこの目の前に空気感を、もたらしてくれて、情報がもしかしたら体験に変わる、そんな世界が 3D のハイビジョンの映像によってこれからもたらされる可能性があるのではないか、そんなふうに今感じています。今日は、この場を借りまして、上映の方を一部見ていただいた方もいらっしゃると思いますけれども、メディアテクノロジーさんの素材を、お出ししていますので、ぜひその世界観を見ていただきながら、この技術どういうふうに社会に生かしていけばいいか、またそのこともご意見いただければというふうに思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。原田さんです。